はいどうも皆さんこんばんは。だいぶ寒くなってきましたね。朝っていうのはこう起きてね、寒い今日は何度なのかしらなんて思ったりとかする時があると思うんですけども、最近ですねちょっと iPhone の調子が悪くてですね、目覚ましが鳴らないとか充電がたまらないとかそういうことがね起きてね、やっぱりちょっとアラーム機能も大丈夫かなっていう時がこうあるんですよ。そんな時にね必要なのって目覚まし時計、そうですよね。で今回ですねいろいろ探していく中で、さっき言ったような天気だったりそういったものが分かる目覚まし時計っていうのがあるということでちょっと買ってみました。こちらでございます。バン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 。でこれね、外の天気が一目瞭然で分かるという目覚まし時計なんですよ。なんなのこれ、どういう仕組みかというと、外にですねある機能のついた装置を置いて、で中にいるこっちでもどんなもんか分かるというので、デザインも結構この卵みたいな形しますけど、これiFlying と言います。Amazon で3117円で売ってました。僕現在の状態ですね。でちょっと買ってみたんですけど、だいぶね置いちゃってるんでね、1ヶ月前ぐらいから買ったの。早速開けてみたいと思います。こんな感じで止まってます。ここが、はい、押せば開くわ。押した金もうねんだよねえんだよ。おーすごいすごい、でかっ。あーなんか落ちた。これこんな感じです。思ったよりでかいね。ほら俺の顔ぐらいある。落ちたのはこれ、ドライバー。便利だね。なんか使うのかな、あれだ。ちょっとこれ剥がします。何でも嗅いじゃう、これ僕の癖です。後ろがこうオンオフのスイッチがここにあって、でプラグがね、なんだっけ、 GoPro とかと同じプラグですね。で充電がおそらく必要だと思うんですけども、ここにはたまたまプラグがないあったあった。はい今、はいピッピッピッ、聞こえました？ピッピッピッって言ってます。充電中って言ってるんでしょうかね。説明書をちょっと今読んでみたいと思います。これは電池式じゃないね。やべえ中国語だ、やらかした。中国語は読めない。誰か教えて、中国人のリスナーの人。あー読めないね。ユーザーマニュアル、これ英語でいけってか。データタイムヒューミュミディティテンプ、まあ湿度とかそういう温度とか分かりますよっていうことなんだけど、ちょっとね、まあ良かったね、まだ英語ちょっと分かるから。こいつをこれだ、この四角のやつを、もうすげえワイヤレスでつないで、でなんか壁に刺しといてもいいし、でもいいし、あこいつ電池が必要なんだ。なるへそなるへそ。あーこれ電池ね、炭酸だといいな。よしとうとうネジが取れました。というわけで外してみましょう。どうなんかな、頼む。あこれ何、これ何、これ何、これ炭4じゃない、これ。あ炭4あるわ。あのねこれね、ちょっとたまたまなんだけど、清潔っていうあのウォシュレットなんですよ。でこの間フィリピンに行った時にね買ってったので、電池入れてここに水入れて、であのボタンを押すとウィーンってここから出てきますよってよくあるやつですね。こうあれうーんって何にも出てこない。これ今度やあのヤマダ電機に返品しに行く時に、やつの時に買った電池がありました。イエイイエイイエイ。充電これ入れてみましょう。ついた、おーすごない、見えますか、綺麗綺麗でしょ、色合いとかも。これを多分入れちゃうんですね、電池を。それ勝手に何レディオコントロール的な感じで、どうですか、何の反応もしないですね。中国製な感じがすごいんだけど、まあ電池はおそらく正しいので
ちょっとこれ機能するまで頑張ってみたいと思います。でちょっと外に置いてきたいと思います。はい、置いてきました。どうだろう、何にも変わらないですね。これはどこで、ああここだここだ、ここで抜いたから多分今頑張ってるはずだ。でここの裏にこんなやつがあります。ちゃんと何時間合わせたりとかするやつがありますね。これは MS はミニッツかな、ミニッツセカンドかな。あ合わせられますね。メモリーとこう押していくとこう変わっていって、あ日付も全部できますね。おおマジで？すげえ。14度とか、これ湿度も出てきてますね。外のあれに反応して出てきてる。早くない？メモリーここでちょっと調節しつつ、これ便利だね。俺使えるわ。1週間ですね、紹介した時計を使ってみました。今こういう状況なんですよ。天気が雨ね、時刻これ正しい。でこれまあ LL っていうのはね、多分まだ測れてない感じで、ここ下ここが外に出してあるセンサーの温度なんですけど、これはね出てて、今日はちょっとまだ出てないんですけど、帰ってきてこれつけたばっかりなんで10分もう20分ぐらい経つんですけど、つかないんでちょっと諦めてもう収録始めちゃったんですけど、これね出てる時はあるんです。で気温もおそらく正しいんですが、これね天気の時は合ってるんですよ。でもそれ以外が合ってない。だって今これ雷マークわかる？出てるけど全く雨一滴も降ってないし、これね3回目ぐらいなんですよ。で全く降ってないですよ。だから結局正しいのは ここね、ここはもちろん合ってるよね。いつ電源切ってもパッて切っても裏にあるんですけど、つけても変わんない。でここも同じで、今湿度とかねそういうの出てるんですけど、それはこういうところで変えれるんですよ。ピッピッと押したらそれはもう自分でやってください。説明書なくてもできるんで普通に。でなんか日付が変わったりとかそういうのできるんですけど、いかんせんこの天気がね当たんないので当てにしてると良くないですね。だから僕雨降ってると思ってたんですよ、こうやって見て仕事してて。でいざ外出たら全然降ってないみたいなことあったんで、これはちょっと問題だなと思いますね。なのでこれ一応商品レビューしてますけど、いいところはこの形とねこの色合いね、すごく分かりやすい入ってくる色をしてます目に。でそんなに強くない眩しくもないしっていうのですが、これに繋がないと機能してない、起動しない。で僕は電池かなんかでこのまま ぶっこ抜いても置いといてもできると思ったら、これはねベッドとかそっち周りには向いてないですね。もちろん USB に伸ばして枕元に置いといてもいいと思うんですけど、アラームとかそういうのちょっとあんまりどうなのかなっていうのが一つあります。であとはその外に置いてるやつね、あれが電池が単4、そんな単4の電池使わないし、あとまあこういうふうに外れるってあるとかね、気温まあまあ合ってたりとか湿度もまあまあ合ってんだろうけど、そういうとこがあるので、これ3170円だっけなんかね、この間値段言いましたけど、どうかなって正直思ってるのが正直な気持ちです。なのでこれはねデザインとして置いとく分にはすごくいいと思うんですが、機能性としてはちょっと微妙かなって。おそらくこれねどこ製なんだろうな、ちょっと怪しいんですよね。英語と中国語しかない、中国語でなんかこうなんて読むの、卵的なこと書いてあるからそういう売りなんでしょうけど、まあちょっと怪しげな感じがしてます。なのでまあ一応ちょっと長くなりましたけど、気をつけてください。やめた方がいいとこもあります。置いといて別に全然ねおしゃれだしいいと思うんですけど、ただそれだけって感じです。あとはただの時計、天気とかは外れるし気温も出てこないしということでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。